あの親タアーは、ビルマ族の最初の王朝である、パガン王朝の最初の王とされる人物。伝説によればニャウンウソーラハンと呼ばれる、ビルマ人の王がいたが、これを暗殺し王についたクンソーチャウンピューという男が、いたという。あの親タアーは、チャウンピューの息子とされる。あの親タアーは、ソーラハンの息子がチャウンピューを殺し、王位についたのを見て、 逆にこれを暗殺し用意についたという。軍人としてのあの親たあはそれまで、エイヤワディ川沿いを中心に展開していた、パガン王朝の領土拡大を拡作し、モン族の支配するタトンや、シャン族を掌握、遠くインド、雲南まで兵を送った。これにより、パガン王朝はその名を轟かせ、東南アジアの一大王国となった。内政面では、それまで時に、 王の意向をもしのいでいたアリー像と呼ばれる大乗仏教僧とおぼしき宗教集団がいたが、これを嫌ったあの親ターはこの集団を解散させ、新アラハンと呼ばれる門族のジョーザブ仏教像により、国内をジョーザブ仏教本位にした。あの親ターは1077年頃の中で不慮の死を遂げるが、この王がビルマ人を一大民族に仕立てた功績はその後も語り継がれ、 ビルまでは、ええ、有されている。ありがとうございます。